はい、どうぞ、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、楽天モバイルを半年使って率直に感じたことはということで、今回は楽天モバイルに関する動画ですね。この動画では、僕が今現在、サブ端末として利用している楽天モバイルを、まあ、約半年使って感じたことをですね、簡単にまとめましたので、まあ、今後利用を検討されている方などいらっしゃれば参考にしていただければなと思います。それでは、楽天モバイルということで、まあ、約僕がですね、楽天モバイルを半年サブ端末として使ってみた、まあ、感想も率直に言うと、良いということで、もう語彙力の低さが垣間見えるんですが、まあ、ほんとこんな感じなんですよね。とても良いっていうわけでもなくて、普通でもないような、もうその間を取って良いっていう感じなんですよね。で、なんで良いのかってちょっと深掘りする前に、僕の今現在の通信環境ですね。まずメイン回線なんですけども、これはね、僕の YouTube でもちょくちょく言ってるんですが、もう Y モバイルを今現在契約をしております。プランは3つあるうちの真ん中のプランで契約をしております。で、次にサブの回線として、先ほどもお伝えしたように楽天モバイルを利用してると。で、自宅の光回線なんですけども、こちらはソフトバンク光を引いております。まあ、このソフトバンク光の理由は、まあ僕がその Y モバイルの前にずっとソフトバンクを契約してまして、まあその名残で Y モバイルとの相性も良くてソフトバンク光を契約してるという感じです。で、それを踏まえた上で僕の今現在の楽天モバイルの使用用途なんですけども、大きく3つに分かれております。まず1つ目なんですけども、通話が無料、楽天リンク使用ということで、もうほんと使用用途の1つとしても、これがやっぱでかいんですよね。もう電話っていうところが大きいかなと思います。まあ残念ながらね、僕は電話する友達はほとんどいないんですけども、まあ大体使う時っていうのはフリーダイヤルがない場所にかけるときに結構利用したりとかします。なので何かこう問い合わせとかする際に0120から始まらない番号とかだったら大体楽天リンクを使って電話することが多いです。で、その楽天リンクってどこのことを示してるのかと言いますと、これ僕の楽天モバイルの楽天ミニの端末なんですが、ここにリンクっていう風に書いてるアイコンがあるので、ここをタップしたら通常通りですね、このキーパッドから数字を入力して電話をかけることができます。で、次2つ目の使用用途はテザリングで使用、PC スマホということで、やっぱりここが結構メインかなという風に思います。まあ、例えば僕の場合ですね、まあ、YouTube のこういった資料とか作成する際に、まあ、自宅以外の環境でするときは落ち着いたカフェとかですることがあったりします。で、他にもちょっとした出先とかでも利用することが多いので、まあその時にですね、一応楽天モバイル、楽天ミニを持ってってて、先ほどお伝えしたテザリングを使って、まあインターネット回線を使ってるということにしてます。まあ最近のカフェとかね、もうある程度の場所は Wi-Fi 環境整っているところがやっぱり多いんですが、そうじゃない場所もちょくちょくあったりするので、その時はこのテザリングがかなり活躍しますね。まあ最近で言うとロイヤルホストですかね。ファミレスでたまに作業する時もあるんですが、ロイヤルホスト平日の午前中とか結構静かだったりするので、利用する時があるんですが、確か Wi-Fi が全然なかったので、その時にこの楽天ミニが活躍したりしますね。まああとはですね、メイン回線の Y モバイルのギガ数をちょっと使いたくないなっていう時に、楽天モバイルをテザリングとして使う時も結構あったりします。だいたいテザリングするときはこういった使用用途が多いですかね。そして3番目、SPU プラス1倍を維持ということで、結構ここがでかいんですよね。もう普段からね、楽天ユーザーの方であればもうご存知かと思います。楽天のスーパーポイントアッププログラムの SPU なんですけども、楽天市場でお買い物するときに、ポイントが最大で条件を整ってたら16倍まで上げることができます。まあいろいろね、条件変更とかもあったりするんですけども、今現在僕の SPU は8倍となっております。その内訳として楽天会員の1倍で、楽天モバイルの1倍。で、今はね、楽天ゴールドカードのプラス4倍もありまして、楽天銀行プラス楽天カードの1倍。で、もう一つが楽天証券も使ってるので、特に何もしなくても8倍で今現在はお買い物できてます。なので、これを契約してるかしてないかで、このプラス1倍があるかないかになるので、結構ここはでかかったりするんですよね。まあもう少しね、日付が経つと、まあここの条件が結構変わったりするんですけども、今現在だとこんな感じです。で、ここからは僕がこの楽天モバイルを実際に使った項目ごとの感想をお伝えします。特にね、専門的な知識はないので、僕がもう率直に思った感想なんですが、まず通信品質なんですけども、思ったよりいいという感じなんですよ。ですけども、やっぱりこれは利用する場所によります。ほんとこれに限りますね。例えばですね、僕が住んでる福岡県を今ピックアップをしてるんですけども、このピンクとか紫ってどういう意味を示してるかと言いますと、これが左上のところですね。このピンクのところが楽天の回線エリア。紫のところが楽天回線拡大予定エリア。そして薄いピンクのところがパートナー回線エリアということになっております。なので、この濃いピンクのところ、楽天回線エリアに関しては、ギガ数が減らず無制限で通信を行うことができます。ですけども、薄いピンクのところのパートナー回線エリアに関しては、5GB というふうに決まっております。このパートナー回線エリアに関しては、au の回線を使ってるので、まあ、比較的普通に使えるかなっていう感じです。で、見ていただいたらわかるように、僕は福岡県の福岡市っていうところに住んでるんですが、まあ、ある程度、もう電波は入るんですよね。なので、先ほどお伝えしたように、思ったよりいいって感じなんですよ。ですけども、やっぱり福岡といえども、結構離れた場所に行くと、
全然ね、楽天の回線が全然入らないとこもあったりするので、本当に住んでる場所によっては、通信回線っていうのはもう全然違うなっていうふうにも思いますね。で、あとですね、パートナー回線エリアでも、ちょっと助けられたことが少し前にありまして、ちょっと前にですね、まあ旅行で、ここの沖縄県の久米島っていうところに行ってきたんですよ。で、その時に一応 Y モバイルの端末と、まあ楽天の端末をそれぞれ持ってってたんですけども、その時に出来事をツイートしております。去年の11月28日なんですけども、その時に Y モバの電波入らなくて念のため持ってった楽天ミニのテザリングが大活躍してくれた島旅でございました。楽天モバイル最強説、かっこパートナー回線ということで、そうなんですよ。この久米島ですね、パートナー回線エリアだけはギリギリまだ入るんですよね。なので Y モバイルも全然回線的には全然問題ないんですけど、やっぱり離れた場所だと全然電波入らなくて、結構苦しかった状況がちょくちょくあったんですけども、こういったテザリングで使うと活躍するっていうことをかなり痛感したところではあります。で、次二つ目、料金なんですけども、これはもう本当に非常に良いということですね。まあ実際に僕がその楽天モバイルを契約してどれぐらいお金がかかったかっていうところをですね、見ていただきたいと思うんですが、それがここですね、支払額ということで、ちょっと字が小さくて申し訳ないんですけども、2020年の7月の1日から2021年の2月の1日ということで、まあ半年以上経ってるんですけども、見ていただいたらわかるように、ここにですね、7月、7月のところに3300円という風に料金がかかっております。これは、今左側にも出てるような、契約事務手数料がかかったっていうことですね。ですけども、公式ページ今確認をしたらですね、2020年の11月の4日午前9時以降の申し込みをされた方に関しては、契約事務手数料無料でできるみたいなので、ほんとね、今新規で申し込みされる方はめちゃくちゃお得なんですよね。で、なぜかわかんないですけど、9月110円かかってるんですけども、これが未だに何だったっけなっていうふうに思ってます。ですけども、それ以降、10月、11月、12月、1月、2月に関しては0円のまま利用ができてるんで、まあ、キャンペーンの時にね、申し込んだっていうのもあるので、1年間無料で利用させていただいております。冷静に考えて、やっぱり0円って結構えげつないですよね。まあ、今回ね、新しく料金プラン発表されましたけども、まあ、1ギガ以内であれば確か0円だったので、特にね、ギガ使わない人であれば、本当に持ってるだけでも全然ありですよね。で、最後3つ目、楽天ミニに関してなんですけども、やっぱりサブ端末として最高だなというふうに思います。ですけども、やっぱりですね、ここがやっぱネックですよね。バッテリーの減りが爆速のため、利用するときだけ電源をオンにするという感じで僕は使っております。まあ、結構これに関してはね、ネックに思う方が本当に多いのかなと思うんですけども、僕もそんなに利用頻度自体テザリングを毎日してるっていうわけではないので、だいたい使い終わったらもうポケット Wi-Fi みたいな感じで、もう毎回電源をオフにしてるんですよ。なのでもしね、楽天ミニをメイン端末として使ってる方はそんなに多くはないとは思うんですけども、もし利用される方はですね、もうモバイルバッテリーに関してはもう常に持ち歩いてた方がかなりいいのかなというふうに思います。ちなみにこの楽天ミニなんですけども本当にコンパクトで携帯しやすいんですよね。今は右にある端末が僕がメイン端末として使ってる iPhone XS、 これが Y モバイルで契約してる端末で、左側が楽天ミニですね。まあ大体この iPhone XS と比べても、まあ半分とまではいかないですけども、大体3分の2ぐらいの大きさなので、かなりコンパクトなんですよね。で、僕自身ですね、結構指自体は大きいんですが、まあギリですね、まあ作業は全然できるかなっていう感じです。まあ念のためですね、比較対象として僕の大好きなバナナチップスチョコで比べたら大体約3個分ですね。まあとても分かりやすい例かなと思います。ちなみにこちらがですね、セブン、まあ普段の使い方的にはいつもね、このノースフェイスのリュック使ってるんですが、ここにちょっとしたちっちゃいポケットがあるんですよ。そこに楽天ミニをいつも入れてるっていう感じです。なので全然場所も取らないので、本当にこの端末は結構ちっちゃいながら優秀ですね。なので簡単にまとめると、もし初めて利用される方の場合は、本当にまあサブ端末としてお試しで利用してみる価値はかなりあるのかなと思います。やっぱりね、ちょくちょくコメントでもいただいてたんですが、結局その地方とかに行くと、先ほどもお伝えしたように電波が入らないっていうこともあったりすると思いますし、実際自分のところってどんな風に入るのかっていうのもちょっと想像がつかないと思うんですよ。なのでとりあえずサブ端末として契約してみて、あ、こんな感じなんだなみたいな感じの、そういった体験をしてみるのもまあありなのかなと。まあ実際にね、料金プラン見てもそんなに費用かかるもんでもないですし、まあキャンペーン期間中は1年間無料っていう魅力的なキャンペーンもあったりするので、まあそういった方法でもありかなと。まあですけど、メイン端末、ちょっと端末っていう書き方変かもしれないんですが、メイン回線っていうんですかね、メイン回線にするかはもう僕自身は要検討かなっていう感じです。まあ料金はね、本当に安くて魅力的なんですが、まあちょっと前の動画でも言ったように、本当に Y モバイルを楽天モバイルに買い替えてもまあありですけど、ちょっとどうしようかなっていう風なところはやっぱ正直なとこではあります。
で、もしですね、この楽天モバイル検討されている方は、しっかりと今現在もキャンペーンが行われております。楽天アンリミット5に申し込むことで、誰でも5000ポイント分の楽天ポイントが還元されたりですとか、で、スマホ本体も一緒に購入すると、最大で2万ポイント分も還元されたりとか、あと楽天から出てる楽天ハンドっていう端末があるんですけども、こちらも実質0円で購入することができたりですとか、で、僕がね、先ほどお伝えしたこの楽天ミニですけども、こちらは楽天アンリミット5を申し込むことで楽天ミニが1円で購入できたりと、まあ、結構ね、熱いキャンペーンがまだまだ開催はされていますので、まあ、このね、キャンペーンが終わらないうちに、サクッと申し込んでみるのもありなのかなというふうに思います。まあそんなこんなで今回は僕が楽天モバイルを半年使った感想について簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきました。まあ本当ね、今のところ使ってて不便なところっていうのは、まあそのバッテリーの減りとか除けば、まだ全然なんか不便に感じることはそんなに今のところないので、まあキャンペーン、僕1年間無料のキャンペーン中ではあるんですが、それが終わってから以降も、まあ所持しようかなというふうには今のところ思っております。まあぜひですね、楽天モバイル契約されている方は、今現在こんな風に使ってますよとか、今後こんな風に使おうかなというふうに思ってますとか、いうコメントなどあればですね、ぜひ下のコメント欄書いていただければなと思います。で、今回のね、楽天モバイルの契約も検討されている方は、一応概要欄にリンク貼っておきますんで、こちらも気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。